岩手県二戸市。寛政元年1789年2月21日、盛岡藩二戸郡福岡村、現在の二戸市に下戸前秀之進、後の相馬大作は誕生しました。武芸に長けた秀之進は、江戸で平山幸三に入門します。その腕前は、平山道場の師範代も務めるほどでした。文武両道を極め、世界情勢を学んだ秀之進は、二戸に帰還し、平成閣演舞場を開きます。文政4年1821年、江戸から帰国途中の弘前藩九代藩主津軽安親の狙撃未遂事件が発生します。この時期、津軽家の家格が南部家を上回り、盛岡藩主南部俊孝が愚痴をこぼしたのが事件の発端と言われています。秀之進は俊孝の思いを汲んで行動を起こしたようです。しかし、秀之進の真意は単なる南部家への忠義立てではなく、津軽南部両家和解の上、協力して北方警備にあたるよう自覚を促すことであったとされています。秀之進は津軽安親に果たし状を送って次官隠居を進め、従わない場合には暗殺すると伝えます。しかし、仲間の密告により計画が漏れ未遂に終わります。暗殺の失敗により相馬大作と名前を変えて江戸に隠れ住み、後に捕らえられ処刑された秀之進。この相馬大作という記名が事件名の由来となっています。当時の江戸市民は南部家に忠義を立てた大作の行動に大きな感銘を受け、講談や小説、映画、漫画の題材として事件を取り上げました。この事件は、道の区忠臣蔵や赤穂浪士の再来とも呼ばれたそうです。さらに、長州藩士であり、教育者、兵学者として有名な吉田松陰にも影響を与え、松陰は長唄を読み、大作を称えています。